いや、私もピナちゃんのグラビア早く解禁してほしいんだよね。解禁してほしい。いや、もうひなことやったらひなこの爆乳が爆乳が私なんかもうへんてこのへんてこのちっぱいになっちゃう、こんなの。いや、本当にすごいよ、本当にすごい。見てほしいけど、本当にボムの時は痩せすぎてました。服部さんは爆乳じゃないです。爆乳じゃないです。私は単純に気になるけど、皆さんって女性のどこの部位が好きなんですか？めっちゃ気になる。え、胸なのか、くびれなのか、え、お尻なのか、足なのか。たまに脇って言うとか言う人いるじゃないですか。あ、太ももとかね。足、太もも、髪の毛。足重、私足ダメだじゃん。足多くない？本当に胸より足？本当に眉と耳のバランス、むずむず、めっちゃむず、すごい。裏もも、うわ、めっちゃフェチなる、それ。後ろ姿、胸、足、背中、え、胸より足、待って、嘘でしょ、本当に。胸より足の人多すぎん？コメント早っ。みんなやらしい。肩のライン、むず。え、何、撫で方とかってこと？となると、こう見てると胸より足が多い。若いほど上半身が好きなんだって。じゃあ足好きって人はおじさんってこと？え、わかんない、めっちゃ聞い取られそうだね、この話題。え、わかんないけど、私は若いからかな、私は女の子の胸がいいと思います。へえ、足が多いんだ。じゃあ逆に、じゃあ例えばですよ、別に気持ち悪いとか思わないんですけど、誰の足が好きですか？七瀬ちゃん。もう七瀬は細いもんね。え、ってことはやっぱ肉ない方がいいんだ。うわ、七瀬多い。え、待って、七瀬多いわ。やっぱ私も七瀬の足になりたいな。うわ、サヤリンの足はめっちゃわかる。あ、でもミウもわかる。あ、ユイリーさんもわかる。ユイリーさんもすごい健康的な足してる。あ、マホピョンもわかるよ。あー、溢れるね。え、七瀬を。ってことは、やっぱ細い方がいいんだ、足。あー、だからリンちゃんお腹出してるんだ。なるほどね。見せたがりとかじゃなくて、お腹が気になるからお腹出してるんだ。リンちゃん見せびらかしてるんかと思ってた。でも普通に細いけどね。リンちゃんってでもくびれすごいよね。キュッてなってる。キュッねえ、りんちゃんエッチだなって思ってた。そういうことなんだ。なんか私は結構下半身にお肉がつきやすくて、ちょっと太いんですよ、足。さゆりんめっちゃ綺麗だよね。さゆりんの足も見てください。七瀬の足好きな方はさゆりんの足も見てみてください。多分好きだと思います。ああ、そうなんだ。いや、私は多分足結構ムチムチしてるんでダメだわ。じゃあ足フェチの人はみんな七瀬の足が好きってことか。いや、私の足は全然褒めなくていいんです。私はもう、てか私本当に足短いんです。胴が長くて足が短いんで、のくせに骨格ウェーブで足が太いんで、肉つきすごいです、足に対しての。下半身に対して上半身が細すぎるってのもあります。そう、指原さんの YouTube でなんか衣装のやつやってて見たんですけど、そう、ゆきりんさんの衣装は胴を短くするようにハイウエストで作られてるってなって、私もよくゆきにさんの衣装を着るんですけど、本当にそうで、そうだからあんまり足を隠しすぎるのも良くないなっていうことに気づきました。そう、足を出していかないと痩せようっていう気にもならないんで、ミニスカートとか履かないとだなって普段から